ガンダー、カナダ全体から見たガンダー空港の位置ガンダー、ニューファンドランドから見たガンダー空港の位置アロー航空1285便墜落事故は、エジプトのカイロから、西ドイツのケルン、カナダのガンダーを経由して、ケンタッキー州、フォートキャンベルに向かっていた、米軍隊を運ぶチャーター機が墜落した事故である。1985年12月12日の朝、フォートキャンベルに向かうために、ガンダー国際空港から離陸した直後、機体は失速し、滑走路の端から約 0.5 マイルの地点に墜落した。乗員8名と乗客248名、計256名が死亡した。2017年現在、カナダでの航空事故で死者が最も多く、DC-8 での事故では6年後のナイジェリア航空2120便の墜落事故に次いで死者数が2番目に多い。この事故はカナダ航空安全委員会によって調査された。事故原因は翼の着氷が主なものである。また、クルーが機体の重量を過小見積もりしたため、十分な離陸速度に達する前に上昇を始めてしまったことも機体が失速する大きな要因になった。しかし一部の調査官は、墜落は原因不明の爆発により発生したという報告を出した。歌で運用されていた頃の事故機と同型機のアロー航空 DC-8 事故機に積まれていた10など1285便は第101空挺師団をフォートキャンベルへ運ぶためにチャーターされた航空機だった。彼らは市内半島駐留多国籍軍艦師団での6ヶ月に及ぶ平和維持ミッションを終えた後だった。事故機の DC-8 は1969年にアロー航空にリースされた。1285便はケルンとガンダーで燃料補給をした。1285便は20時35分にカイロ国際空港を出発し、1985年12月12日1時21分にケルンに到着した。1285便がガンダー空港に到着し、給油する間に乗客は航空機から降りていた。航空機関士が機体の外を見回っていたという証人もいた。1285便は離陸が滑走路13から滑走路22に変更になり、6時45分に離陸滑走を始めた。約47秒後にクルーの計算した離陸速度である144ノットに達したが機体は167ノットまで加速し、ようやく上昇を開始した。上昇すると、速度は172ノットまで上がったが、減速し始め、1285便は降下していった。滑走路22の端から約900フィートに位置するトランスカナダ高速道路を低高度で横断した後、さらに機体のピッチが増加し、降下を続けた。目撃者は高速道路を自動車で走っている時に、1285便が墜落する前に明るい輝きを見たと証言した。1285便は空き家に衝突し、爆発した。燃料が大量に積まれていたこともあり機体は激しく燃えた。乗客248名と乗員8名全員が死亡した。1985年12月16日に記念式典のため、ドーバー空軍基地に持ち込まれた棺ガンダー湖のサイレントウィットネスにあるアロー航空1285便の記念碑と離陸する。DC-8 フォートキャンベルにあるアロー航空1285便の記念碑カナダ航空安全委員会が墜落原因を調査し、調査官の9人のうち5人は離陸準備をしている間、当時の気象条件が機体に着氷しやすいもので、さらに DC-8 が上降離作業をしていなかったことを突き止めた。CASBは最終報告書を発表した。CASBは正確な事故原因を特定することはできなかった。しかし、発見した証拠などから、離陸直後に増加していた機体の揚力がすぐに減少し、回復不能なほど低高度で失速したために、墜落したであろうと考えている。失速した主な原因として、翼の着氷が挙げられる。第4エンジンの推力低下や、不適切な離陸基準速度などの要因も、着氷によるものだと結論付けた。キャス部の4人の調査官は翼に着氷していたという明確な証拠がないとし、事故原因は機体に致命的な損傷を与えた爆発によるものだとした。また、コクピットボイスレコーダーは故障していたために、記録は何もされておらず、フライトデータレコーダーは4つの情報のみを記録する古いモデルだったため、どちらの結論が正しいか明らかにはできなかった。ちなみに、フライトデータレコーダーは数週間後に新しいものへ取り替えられる予定だった。1989年に元最高裁判所判事のウィラード・エステイは、キャス部の報告書はどちらの結論も証拠が不十分であると判断した。その結果、墜落原因の有力候補とみなされた着氷が起因する墜落事故を抑止できず、キャス部に対するカナダ国民の信頼は損なわれた。連邦政府はキャス部を解体し新たなる組織、カナダ交通安全委員会を設立して対応した。ありがとうございます。